ベスパーついに納車しました。スプリットスプリントね、どうでしょうか。これからねちょっとねイタリア街とかに行ってね撮影していきたいと思います。なんかスクーター慣れないんだよね。超怖いんだけど。怖いよ。スクーターが怖いよ。スクーターの運転が怖いよ。気持ちいいな、でもな。うう、ダンサー。足つき悪いな、やっぱり。俺短足だからな。ついに、買ってしまいました。ベスパスプリント乗って、国内30台限定の車両です。イタリア街でも行こうかな。今日1時納車になったけど、来週また、ディーラーに持ってって、1週間お預けで、オプション部品の取り付けに入りますね。イタリアから、船便で送ってもらってると思うんですけど、部品がまだ届いてないので、実際まだ ETC もついてないような感じです。それなんでね、ちょっと部品を取り付けないとね、ちょっとまだダメなんで、部品取り付けに入ります。やっぱ前ブレーキよりもスクーターって後ろブレーキが効くって本当だな。右側東京ドーム、今日ねミスターチルドレンのライブがあるのかな。16、10台飛びますよね。1号のバッターなんで、いいね、なんかこのくらいのトコトコ感最高にいいです。最高にいいや、気持ちいいね。乗ってて気持ちいいや。これね、飛ばそうっていう気も全く起きないしね、このバイクね。
持ちいいね、このくらいのが本当に。どこで撮影すっかな。Take remain, fire away.